掃除してきました。気持ちが良くて、なんか余裕のある、そんな一日です。ありがとうございます。どうも、プロスキーナンバー芸人の大野孝弘です。よろしくお願いします。わなちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。集中だ。ね、ありがとうございます。ね、なんか余裕ありますね、今日はね。いいですね。涌井さんも画面、自チーム西武ライオンズということで、無課金やかでございます。ありがとうございます。まあね、今日ね、あの選手を使っていくんだけども、非常にね、楽しみで、バチバチに打っていきたいと思っております。この選手でございます。はい、トロサキシュー打たれるかそれです。もう特殊もマックスにしておりますと。でね、こうやってステーだけ見ると結構強くないですかって。ミート70、パワー73、走力80で、まあ守備も特殊で A 行ってますと。まあ中段度だけどね。で、裏捨ても問題ないですよと。で、流し打ち選球眼守備職人。まあ流し打ちでね、ミートが上がって、まあ選球眼でミートがあって、守備職人で別に上がらなくてってことで、パワーは上がらないということでね。そう、なので今からちょっと称号をチャレンジして、パワーを上げる、称号つけていきたいと思っております。ぜひ最後までね、ご覧ください。よろしくお願いします。早速行きましょう。はい、二とのってことで、二枚しかないんですよ。で、ちょっとこれ一回やって、今一枚しかないんで、ここちょっと、称号、本集めで、称号やって、二回目で勝負かけるわ。本二冊つける。うん。さあ、まずここでいいのついてもいいよ。さあ、どう？いいよ。星さん、星さん、どっち？高級筆だ。いや、赤。はい、本2枚で、もうこれなんか、もう、どの称号が来てもおかしくないというパーセントになりました。はい。ここで星3か星4。頼むよ。パワー上げるやつ。バズーカでいいよ、バズーカ。オッケーよ。バズーカ来い。いや、スナイパー。どう？スナイパー、トノサキ。あー、7472か、7373か、これはもう7472のスナイパーですね。はい、ということでね、スナイパーその先で行きたいと思います。最後まで、ご覧ください。まあもうバチバチにホームランすればいいなって感じですね。よろしくお願いします。行きましょう。めっちゃ早くマッチングしたけど今の。鬼のように早かったよ。大丈夫今。さあやっていきましょう。リボンがないのがちょっと寂しいよねっていう感じはありますね、やっぱり。うん、まあ夏に向けてね、西武純正強化しております。そのトノサキさんもね、西武純正で間違いなく、顔となる選手なんでね、今日バチバチに打ってきます。さあまずね、山本由伸、ね、ここのピッチング見せていきましょう。嘘？強っ。この方、ツーシーマーやな。ツーシーム張ってくる人やな、多分。そういう方にはスプリットなんですよ。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。これ配球なんですよ。はい、ありがとうございます。こういう方にはもうね、通信部絶対投げちゃいけないの。もうこれはね、鉄則。うん、はい、ありがとうございます。で、多分ね、こういう方はね、スライダーに手出すんですよ。こう通信部張っちゃってるから。うん、はい、ライト。ありがとうございます。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。さあ、長池さんか。長池さんなかなか見ないけどね。まあ、パリ系で、まあ、スプリットで、ちょいのちょいですよと。はい、パリ系です。ありがとうございます。さあ、藤井さんですね。ケンマさんよろしくお願いします。藤井さんか。これはフォースラが、ゴロロンっていう回転、新しい藤井さんだよね。だからね、そうだね。オッケー、この藤井さん打てるよ。さあ、まず、柳田さんが出て取るんだけど。はい、まあまあ、オッケー、もう、切り替え。さあ、レッツゴーシューバレットの先シューバー。この打ち方変わってる。この打ち方になってる。シントロの打ち方になってるね。これいいね。打ちやすそうだな。いいよ。よ、見てるよ。パワー74なんで全然持っていけるよ。ああ、いいよ。全然いいよ。そういう曲がり方するのね。了解です。集中。はい、オッケー。多分ね、ホームラン打てる気がする。これ。なんか、もうそんな気がしてる。はい、これ流し打ちトノサキです。ありがとうございます。これがトノなんよ。これが流し打ちトノなんよ。広角なんていらないっす、これ。うん、何が広角トノサキだよっていう。広角なんてなくたっていいよ。何が広角だよっていう。広角なんて俺逆にいらないです、僕は。さあ、そしてバース。バース一押しと見る選手、広角出てる。まあ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 、広角出てる。OK。まあまあ。なくたっていいけどね、広角なんてね。はい、バース、剣。完全に剣。さあ、いいよ。バースがいなくても落合がいるということで。もうこの無課金が、帰る？勇気ね。
パドレスで活躍してくれてる勇気なんですね。この勇気いつの松井って言わないで俺は勇気この、ああまだ全然いけるわ。いやこれミスった。でもトノが総力 A なんで走るんですよ。ここトノはこれがトノなんですね。タイピン1が出ちゃう。オッケー、全然いいよ、持ってってやるよ。これがさあ2試合目ですね。ここ先行なんで、まあ2回ぐらい回ればなと思います。あとちょっとホームラン打てるかどうかっていうのもねちょっとやってみて、中段道って、まあ、ホームラン多分打てると思うんですよ。多分だけどね、中段道は持ってくるはずなんですよ。あーあれなっちゅうか、よかよか。オッケー、田崎さん、あー何も出ないときついね。能力得のこれちょっと待って、これ何だ、ちょっと待って、石川シューター、あー、ナチショック。いやー、きちい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 。もう何も分からずに言って、ただ、トノサキさんシュータ、オッケーよ。ナチューシュート、通信持ってたよな、確かな。集中だな。あ、行ったんちゃう、え、えぐトノサキ、えぐ持ってけりゃ、特の何も出なかったけど持ってったからね、今。ガチでいくよ、殿崎シュータもう最高。2番、殿崎シュータ、西武純正で参ります、今年。ありがとうございます。さあ、殿崎さんまで回ってきました、流しジョッキーよ。全然いけるよ、この能力だったらまた全然ホームランいける、集中。いいよ。このユニオンもかっこいいよね、西武の。さあ3試合目これラストにしましょうかね。まあ1本ホームランも打ってるし、殿崎さんの打感は試せたんで、まあ最後ね、ただ三振で終わるのはちょっとないんで、がっつりやって終わりたいと思います。さあいいよ、柳田さんが出て、さあ早速徳の選球が、まあまあ OKOKOK 変化量マイナチ OK、 よし中殿、最後ぶっ放そうや。いいよいいよいいよ、よう見てるよう見てるよう見てる、いいよ、集中集中集中。オッケー、やった、流し打ち殿崎です、これが、やったー、ありがとうございました。やっぱバスやな。